ノテコールミープレゼンツ、ノイミの意味スタート。こんばんは。わいわいわい。はい、ということで皆さんこんばんは。ノテコールミーです。はい、お願いします。ということで今日の進行は私ミレテンこと本田美雪が頑張ります。よろしくお願いします。そしてはい、ひらりです。よろしくお願いします。はい、ひらりちゃん、今日は栃木組ですね。そうですよ。いちごどこのカメラ、こっちが2人、こっちですね。ね、このハロウィン仕様のさ、ね、あのスタジオ初めて来たんだよ ね超かわいい。かぼちゃのかぼちゃ、あーかわいい。私はね、ほうきに乗ってるかぼちゃさんが好きだよ。絶対みんなには見えないんですけど見えますか絶対、あ、クリパイ、ここかわいい。あ、見えた見えた。ありがとう、ケイちゃん。そう、そんな感じで、はい、あのハロウィン感いっぱいのスタジオからお送りします。はい、ということで、早速始めましょう。せーの。ノイミの意味。イエーイ。やったやったー。はい、ということで、本日は第172回ノイミの意味をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。ノイミの意味は私たちのテイコールミーがトークや企画を通じて、ノイミの意味を見つけていく番組です。はい。ということで、早速、拡散タイムをしていきたいと思います。はい。この配信は一人でも多くの方に見てもらうために、今から、X で告知をするので、拡散お願いします。初めて言った、ちゃんと。何する？何しよう。いちごちゃんする？いちごちゃんにしよっか。はい。あ、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで皆さん、の拡散お願いします。お願いします。続いてこの企画、ノイミの日々。イエーイ。はい、私たちの日々を報告していきたいと思います。はい、どうしよう。じゃあ早速私から言っちゃおうかな。あ、いいんですか。皆さん、一つ気づいてくれることないですか。今日のおみるちゃんいつもと違うんですよ。これは気づきたいですね。どっかわいい。正解はリップの色。あ、ツヤツヤだね。そう、なんと、やっぱり秋だから、うん、なんだろう、なんかメイクの色とかも変えちゃうかな、うんうん、みたいな思って、あ、はいはい、ショッピングしちゃって、あら、いつもは、うん、こうなんかピンクみたいな可愛い色が好きなんだけど、うん、確かにイメージあるかも。そうけど、なんか私服の時はこう秋っぽい色、うん、ちょっといつもより暗めな色とか赤っぽい色にしちゃおうっていうのと、うんうん、プルプルなグロスを重ねて、あら、キューティー唇を見るちゃんになってみました。可愛い。なんか今日さ、服装も大人っぽいから、うん、え、そうなの、相まって可愛いですね。そう、なんか大人見るってあったかくなってきた。あ、違う、逆逆逆涼しくなってきたから、うん、そう、そう、なんかね、こうなんだろう、ちょっとね、何武装でこれ七分丈？そう、七分丈のね、服を着てみたい、うん、しました。そんな日々です。あら、秋、秋ですね。キャイちゃんは？はい、秋つながりなんですけど、うん、衣替えをね、そろそろしないとと思って、うん、寒いじゃないですか。寒い。そう、なんか下？ね、全部揃ってるから、なんかね、衣替えの概念が私なくて、もう揃ってるんだ。そう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 、そう、なんか私結構その収納をするときに、うん、冬服は大きい箱にボンって入れて、はいはいはい、夏服はボンって結構入れ替えてて、うん、でそろそろしなくちゃ寒いなと思ってしたんですよ、うん、したら気づいたことがあってお去年の冬、違う今年夏に入るときにその冬服を入れようと思って、うん、その時に多分断捨離を結構したらしくて、うん、あ、なんか聞いたわ。本当にトレーナーとかが3着ぐらいしかなくて、うん、冬服がないってことに気がついて、あや、冬服、秋服とかがないってことに気がついて、うん、やばいと思って、うん、今日もこれもなんか引っ張り出してきたんですよ、頑張って探して、うんうん、突然寒くなったしね。そうなの、突然寒くなっちゃって、うん、だからちょっとお出かけをしてお買い物したいなって思ってて、したい、うん、
一緒にいてくれるの？買った最近冬。買ったの？なんか私も、うん、あのね、あのポップアップストアとかで一気に秋のなんかね、早い段階でいっぱいまとめ買いしたりとか、うん、いいね。やっぱりなんかお洋服のさ買い方が私はこう見てときめいたものを買うタイプだから、そう最近ねおってなって何着か買ったわよ、うん。まだ着てない？そう、まだ着てないの買ったのは。じゃあこれから見れるということで、お楽しみに。そう、今年の秋はなんか、うん、いろんなお洋服チャレンジしたいなって思ってるので、いいじゃん、ときめいたらいっぱい買おうって思います、うん、弱いですね。なんか秋はさ、うん、冬はさコートで全てが包まれてるじゃん、そうなんだよね。からなんか例えば冬の時さ、こう SNS の写真撮る時とか、うん、一回コートを全て脱いでからね、あの、うん、可愛いお洋服みんなに見てほしいからさ、うん、そうとかしてたんだけど、秋はさこうなんていうの、こうコートなしで大丈夫じゃん。え、そう、見えてるからね、そうからより洋服が、そう、おしゃれをさ楽しめる。そう、言うの忘れてたね。そうなんですよ、私たちハモっちゃうんですよ。ハモっちゃって、いつも本当に、ね、だってハモリの日々の話していいですか？してきましょう、しましょう。あのキラリンとお仕事終わって、うん、お疲れ様みたいな、またねみたいな、うん、瞬間があったんですけど、うん、なんかキラリンとお疲れ様、うん、あゆっくり休んでね、また明日ねみたいな、そこまでのあのうんうんとかも全部揃ってて本当に全部ハモってたんだよね。面白すぎて、しかも2人とも喋ることをやめないの、うん、ハモってさ最初であみたいなのじゃなくて最後まで全部言ってハモってそうなんだよね。お疲れ様、また明日にゆっくり休んでね全部一緒で喋り切った後に爆笑するんだよね。喋り切ったらなんかきっとあれなんだろうね、こう、うん、なんかもう絶対に最後まで一緒だっていうさ、確信があるからなんだろうね。ね、すごい、めっちゃ面白かった。今日この配信を通してまたあるかもしれないですね。ね、みんなも何個ハモったかちょっと数えてみてください、はい、私たち気づききれないとこもあるんでやばい、はい、ね、はい、という感じですね。はい、で、あのメモがですね、うん、しりとりミュージカル、ミュージカルの N.I. で経験したことありますか？確か記憶の中で1回ぐらいはあった気がするんですけど、うんうんうん、私もこの出題者は夏音さんで合ってますか？え、多分なっちゃんと萌ちゃんじゃない？違う、そうだよね、多分なっちゃんと萌ちゃんか。そう、あの2人はミュージカルね大好きですからね、本当に、はい。ということで、私たちもミュージカル風に演技をしながらストーリーを展開しつつ、しりとりをしていくって書いてあるんですけど、していく、どうしよう、もう本当に何回かもんねもう日常だからね、これが多分こんな感じの配信になります。はい、そうですね。何にするテーマ、ね、じゃあテーマは、うん、ハロウィン。あー、いいね、ハロウィン。うん、でも終わったじゃんじゃあ何でしょう。あ、じゃあ この子の名前は、そう、うん、パンプキン、パンプキンパン。またんだよねえパンプキンパンってなんやねん。ダメじゃん、じゃあその子はお化け。お化けまんまやねん。お化け、うん、お化けね、うん、お化け。じゃあお化け、ケイからスタートで、うん、ハロウィンね、うん、で、ミュージカル、ミュージカル、テーマはハロウィンでミュージカル。オッケーオッケー。じゃあ、あ、なんでネタ考えた。ネタ始めていい？いいよ、いきます。はい、ウォーウォーウォー、キラリちゃん、まだ続くからんじゃないよ今年の仮装は何にするんだ、ゴー。おっからスタートするねそう、私の仮装は魔女なのよ。おみるちゃん、あなたは何にするのかしら。私はパンプキン
おしまい。これです。ちょっと恥ずかしいの、私ミュージカルやるの。みんな多分まだ足りてないと思うんだけど。これは難しいです。で、すぐ思いついたんで終わらせる方法を、うんうん、あと1個言っていい、はい、お化けからスタートするんじゃなかったの。あ、教えてた。可愛いので OK です。許してください。いっぱい考えたんですよ、どうしたらんで終わるか。しりとりはどこへ。やっちゃった。っていう感じで、あのミュージカルはこんな感じでした。はい、いいんじゃないでしょうか。OKOKOK、うん、はい、ということで、うん、で確かに今から見た人びっくりするね。何をしてんだこの子たちはね。え、今日はそして続いてこちらです。はい、ノイミーの深海ボックストーク、イエーイ。初めて聞いた。はい、ルールを説明します。こちらのボックスには透明のボックスです。では深い海、つまり深海のように深いトークテーマがたくさん入っています。そこから1枚紙を引いて書かれたお題にちなんだトークをじっくりしていきましょう。はい、はい、ということですね。もうみんなには見えないこちらの箱にあのたくさんのトークテーマがあるので、あの、はい、あ、はいはいはい、あ、見えちゃう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 、これこれこれがあの箱なんですけど、そうですね、そうしようか。はい、はい、ということで、とにかく深海のようなトークをしていこうという企画です。はい、深々としちゃいましょう。じゃあ私たちもね、何が入ってるかちょっとあんま分かんないんですけど、はい、こう上にある順番でいっちゃおうかな。ペラペラしていこう。ペラペラ、あ、うん、出していい全部、うん、全部出しちゃう。え、一枚ずつ。一枚ずつでいいじゃん。一枚ずつでいい、うんうん、オッケー、じゃあいきますよ。じゃらんじゃん。無人島に持っていく持ち物2つ。なんだろう。無人島だよ。無人島、無の人の島だよ。人がいないんだよ。どうしたらいい。どうしようね。でも私はね、うん、無人島に行くとなんかよくね、こうなんかなんだろうな、何も考えることがない時とかに無人島に行ったらとかって結構究極の質問でありがちじゃん、うんうんうん、考えるのよ。でも何がなって思う。自分が譲れないものじゃない。確かに譲れないものだよ。なんだろう。だってケイちゃんはさ、無人島で、うん、どうやって過ごしたいタイプ。楽しみたい、その無人島でさ、こう本当に人がいないけれど、もうこうやってなんか豊かに暮らすぞって思うタイプか、うん、もう私は静かに暮らしますっていうタイプか。でも楽しみたいかも。なるほどね。なんかもうこの際、うん、あの肺とかを鍛えて海に潜って魚を一日で釣ったり、あ、自給自足ってこと。自給自足の生活を楽しみ。なるほど、はい、力強すぎでしょあなたは。本当になんか、うん、だってさ、肺を鍛えてさ、ケイちゃん人がいないのに一人でさ、こうやっていっぱいさ、うん、釣ったりとかしてさ暮らして、じゃあ何が必要、うん、お魚。確かに何、自給自足に必要なもん。ママを連れてく。ママ、なんかさ、でもどうなの、なんかさ、一人って心細くない。心細い。誰かがいれば頑張れそう、うん、れ、ママのために魚を釣ろうかなとか。あ、確かにね、自分のためじゃなくて、うん、みたいなね。そうそうそう、うん、という面で、うん、一回ママ連れてこうかな。ママ連れてこけ。じゃあ、無人島じゃなくて、若干の友人島に、まあ、なるけど、まあ、でも持ち物だからね。そう、持ち物なの。まあまあまあ、持ち人、持ち人として、まあまあ、まあ、ママと、じゃあ魚を釣った手で、うん、ナイフかな。なるほどね。あのその調理用ってことね。調理用の、うん、そのとか、あの木の実とかも切れるし、はいはい、火起こす時の木とかね。そう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 、武器ですね、ある意味。なるほどね、確かに、ね、はい。おみるちゃんは何が譲れないですか。私は無人島に行ったら、まずはいろんな何が起こるかわからない空間じゃん、うんうん、もしかしたら恐竜とかがさ、はぁーって来るかもしんないじゃんとか、うん、そうだよ、こういう風に遊びたいなって言ったら嫌だから、もう一人になる、私は。もう無人島って広いじゃん、う
怖いんだよ。だってこんなに広いけど私は一人なんだってなったら悲しくなっちゃうから。悲しい。だからもうもっと一人になっちゃう。テント。え、閉じこもるの？テントで。そうで、私暗いところが本当に苦手なのね、うん、そうだから LED ライト。あ、明るくするんだ。そう、 LED ライトってね10年以上持つんだって。この間さ、そう、それをなんか改めて知って、うん、なんか LED ライトがあったら、まあ、とりあえず10年は頑張れそうじゃん。そのさ、10年さ、そのテントにいるとするじゃん、うん、どうやって生きていくの10年。寝る。死んじゃう。もうこんなこと考えたら寂しいからやめよう。もうやめる。強制終了。ビビビビビビ。無人島に行ったら私は寝ます。ケイちゃんはママと過ごします。ママと魚食べます。終了。終了。続いて深かったわ。自分ってまだ子供だなって思う瞬間。わあ、なんやー、これいっぱいあるよ。子供だなってさ、うん、一体どんな子供よって感じがしない？確かに。子供とはじゃない？子供とはだよね。そう、深いなー、ま、深海だなー。深海だよね、うん、だってさ、問題よ。一体実態いつまで子供？私は子供？え、私子供だと思ってる、まだ。私のこと？うん。自分のこと。子供だなって思う瞬間、うん、うーん、なんだろうな、子供だなって思う瞬間、童心系ってこと、童心に帰った瞬間。いやでもさ、うん、子供だなってさ、自分に対してさ、こう呆れるぜみたいな、そういう意味の子供だなみたいな、そういうタイプなのかさ、うん、私こういうのを楽しめる、まだ私は楽しい赤ちゃんって思えるさ。え、そっちの方がいいね。でもね、私はそっちの方がいい。なんかやっぱりポジティブにさ、こう自分に対してさ、うん、まだまだだぜって思いたくないから、うん、こう楽しいとか、うん、なんかそっち系でいこう。そっち系にしましょう。うん、なんだろう、なんだろうな、うん、あ、私はあのご飯屋さんとか行ったらあのキッズメニュー見ますね。かわいいなね。あ、そう、なんかキッズメニューって、うん、サイズ感とか可愛いから。可愛いね。とか何をみんな食べるんだろうとか気になっちゃうから見る、うん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 、とか、あとなんだろうな。え、でも子供だな、うん、あ、そういう面で言うとさ、わさびつけれる、うん、子供だなってことですかね。これだ、確かにね。うん、それはそうかも、うん、まだ子供だわ。でも私はまだ子供だと思う、自分のことは。まだ私も子供だと思う。何自分の子供だなって思う瞬間は、うん、なんか自分であんま決めれない。あー、なるほどね。なんか選択肢とかを、そう、なんかだいたいこれはこれで合ってるって絶対誰かに聞いちゃうの、うんうん、なんか自分でこれはって思っていかないから、はいはいはい、なんか大人の人ってパン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 決めれるから。確かに、テキパキテキパキみたいな。そう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 、ね、だからそれが子供だなって思う。確かに、むしろ大人って何ですかね。いや、そうなのよ、大人だなって思う瞬間は逆に何よ。大人になってる人でもわさび食べれない人絶対いるじゃん。大人も決められないじゃん、うん、じゃあみんなまだまださ、みんな子供なんだね。大人とは子供とは、これは深いですね。深海ね、子供だなって、ね、深海だ、子供だなって思う瞬間、うん、難しいけど、うん、あのいつまでもいろんなものにときめき目を輝かせる人間でありたいなと常に思っていますね、うん、はい、いいってこと、いい結論でした、はい、これが私たちの答えです。はい、続いて、他人に嫉妬してしまった経験。やん、嫉妬。本当に。ねえ、ちょっと。どうしてる。やばい、面白い。もう連続で嫉妬なんですよね。はい、嫉妬してしまった経験ですね。うん、ありますかね。嫉妬とか難しいよね。なんだろう。嫉妬難しいね。うん、嫉妬か、他人でしょ。うん、他人に嫉妬、なんでよってことでしょ、うん、なんだろうな、嫉妬してしまうこと、なんだろうね、なん
くし、うん、あれかも。なんか、うん、例えばメンバーが、うん、なんか甘えてくれたりとかするじゃん、うん、結構、うん、その例えばヒラリーとか、うん、やってくれて嬉しいってなるじゃん、うん、でも違う子にやってみるのを見ると、うん、あ今日はキラリじゃないんだ、みたいな。そういうことね。はいはいはい、あるかもしれない。みんなに甘えるじゃんってこと。そう、みんなに甘えてんじゃんってなる。そういうことね、うん、なるほどね。確かにな。おみるちゃんはみんなに甘えるので、あ、じゃあ嫉妬させちゃったってんだ、いつも。すまんね、だって甘えちゃうんだもん。甘えていいんだよ、みんな。はいはい。難しい、恥ずかしいし、なんか、うん、なんだろうね、嫉妬してしまった経験。うん、気になるかも。嫉妬してしまった経験、でもなんかあのさやちゃんが、うん、ちーちゃんに2人でいるときに、うん、ちーたかわいいねって言ってた、私も行ってっていう顔でさやちゃんを見てますよく。そうすると、うん、気づいてくれます。あ、気づいてくれるの、はい、なんかね、実はその光景よく見るかも。これでも嫉妬してるわけではないんだけどね、うん、これ私もね、私のこともあのよしよししてってね、まあ ね、 いいね、これはね、結局2人ともメンバーに嫉妬してるっていう、ね、そういうことですね、もう、はい、そういうことですよ。またハモってた、うん、そう、これもでもちゃんとあの見てるもん、今日は、うん、今は邪魔しないって時は邪魔してないもん、あ、二人でいるんだなっていう時は言わないけど、今はさやちゃんはちーちゃんいっぱい皮がいりがりタイムって時はちゃんと我慢してる、うん、うん、と思って見てるもん。いっぱいいるよ、メンバーが。そういうわけですよ。そう、いっぱいね、甘えさせてくれるお姉ちゃんいっぱいいるから、はい、いっぱいいるから助かりますよ。いつでもお待ちしてます。ありがとうという気持ちでいっぱいです、皆さん。はい、はい、ということで、はい、続いて、はい、なんとなく覚えている一番古い記憶。わめっちゃ気になる。なになに、あるあるの。なに、あのね、うん、あの本当に、うん、多分これ合ってるんだけど、うん、あの生まれてきて、生まれてきて、うん、そのおぎゃーおぎゃーの状態、うん、多分なんだけど、うん、え、嘘かな、あの、うん、なんかママの膝の上に乗って、うんうん、卵焼き食べてた。おぎゃーで。え、絶対嘘だよね。わかんない。でもさ、それがおぎゃーのタイミングかわかんない。おぎゃーでさ、卵焼き食べてる人いる？マジで？いなくない？いや、わかんない。え、でも、うん、なんかあの病院で卵焼き食べてたの。うん、でもそれはじゃあ結構あの一番新しいじゃない、古い記憶ではあるんじゃない？だって病院の記憶ないよ。なんだろう、私はあのさ、こうなんだ、おもちゃを遊んで、なんかね、うん、覚えてる人いるかな、綺麗にも使ってたから、なんかボールをこうやって斜めにしたりして、わかるわかるよ、なんかゴールに入れるみたいなおもちゃあるじゃん、うんうん、あれを頑張ってた記憶が一番古い気がする。多分何歳ぐらいなんだろうそれ、わかんない、何歳けど、うん、でもこういうことできるから結構結構育ってるか、物心ついた時ぐらいかしらね。ねえ、ね、でもおぎゃーのことは本当に覚えてない。ね、おぎゃー、ママの膝の上で卵焼き食べてたのよね。でも多分それが新しいよ、だってなかったらないから。え、そうだよね、うん、多分本当だから記憶に残ってるんだよね。そうそうそう、ママに聞いてみよう、ママに聞いてみよう、うん、え、みんなも覚えてるのかな、ちょっと今度聞いてみよう。ね、ちょっと聞いてみよう。いや、これめっちゃ面白そう。なに？じゃらん。15歳の自分に一つだけアドバイスしてください。15歳っていつだ？私はね、学年で言うと、あの、高、あ、でも私早生まれだから高1か、中3とか、中3とかか。うわー、なんだろう、私高1だから何に入った年、っうん、4年前。いや、難しいね。ね、でも私が15歳になったのは、うん、ノイミー入った3日後なのね。
2月24日にお披露目して、うん、その時はまだ14歳だったから、うん、で3日後にお誕生日を初めてこうショールームとかしたんだけど、うん、あ、これ私からのちょっと大丈夫話、大丈夫よ、大丈夫よ、なんか、うん、その多分ショールーム自体ほとんど初めてで誕生日配信が、そうで緊張しすぎてなんかすごいなんか声が暗くて、あ、ミルテンこと本田美幸です、15歳になりましたみたいな感じだったの多分そうだから私緊張すると声が高くなるのを抑えたくて、うん、めっちゃ声低くなっちゃうのね、うん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 、そうだからそれでもう緊張しながらプルプルしながらクラッカーを開けて、うん、なんかそしたらクラッカーが中に大量にこう、うん、何クラッカーの元がちっちゃいのが細かいのが入ってるタイプで、うんうんうん、こうやって押したらそれが全部部屋に散らばったのに、しかも静かに噴水みたいにパーンじゃなくて、うん、ボッてボッて、多分今だったらえ、やばい、こんなに散らかっちゃってキャーみたいな感じだったんだけど、うん、本来の私でね、うんうん、けどその時は緊張してたからみんなになんだこの子って思われちゃった、どうしようと思って、あ、飛び出てしまいました結構静かな感じでなんか実況しちゃって多分だけど、なんか誕生日配信結構シュールだった気がするのね、そうなんないけど全然、そうから結構私はそれを恥ずかしくてそうだからもうちょっとこう楽しんであげてくださいというか、緊張しないで、もうみんなは優しいからもっとねこうなんかありのままで生きなさいと言いたいですね。なるほどね。キアイちゃんはどう？15歳か。15歳、中3とかか。まだノイミーには全然入ってない。あ、そうだよね。なんだろう。さっきね、私が言ったやつ、あの、本当かどうか分からない、うん、うっすらとした気持ちなんで、違った、違った、違った、すいません。でもそれで言うと、その、ノイミーに入って、うん、その、要はさ、上京したから、うん、その、もっとお料理を教わっておけばよかったなって思って、はい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 、その、なんか、今でも、なんか多分、やろうと思えばできるのかもしれないんだけど、うん、いざやっぱ一人やってみようと思うとなんか何を準備していいのかとかも分かんなくて、うん、だからそのお家にいる間にいっぱい教わって、うん、こっち来てから余裕だぜってぐらいの気持ちで入れたら、うん、今頃見るとかに肉じゃがとか作れるかもしれない。確かに私も何もあの基本の木も知らずに、ね、うん、上京しましたからこうなってるしね、でも生きてるね。そう、無事にこうすくすくと育ててるから、まあ OK だよ。しかもキアイちゃんのさ、やればできる子じゃん。褒めてくれた。でもミルもさ、最近なんかちょっと頑張ってるって聞いたよ。うん、そう、お米でちゃんと飛ぶようにしてて、うん、偉いよ。それは結構自分的にも偉いかなと思って。偉い偉い、めっちゃ偉い。じゃあ、ね、おみるがご飯を炊いて、うん、私がおかずを作る。かなり負担レベル違うけど、うん、ね、うん、違うの、お米炊くのって結構ね、うん、めんどくさかったりするから、うん、じゃあ頑張る。嬉しい。全力でお米に話しかけたりとかして、しといて。音楽とかも聞かせて、あのミルナに聞かせといて、うん、そうするね。そんな感じで、じゃあいつか、はい、楽しいクッキングもしましょう。はいはい、ということで次、はい、1日で10万円使い切る方法。贅沢ですね。10万円だって、1万円が10個だよ。どうしよう。贅沢ですよ、10万円なんて。1日でだよ。普段さ、なんだろうね、なかなかこう、うん、ね、10万円を使い切るぞって、なんだろうね、なんだろう、10万円か。お金の使い方ってあんまりこう、なんだろうね、限りがないと言いますか、うんうん、好きなように使えますからね。でも、うん、逆になんかその小さいのをちょっとずつ買うとかじゃなくて、うん、10万円あるからこそできることしたいから。あー、確かにね、10万円なんか船を貸し切っちゃうとか、はいはいはい、してみたいかも。めっちゃいいね。なんかさ、船でさ、こうご飯とか食べるの楽しそうじゃない。確かに、キラキラとした海を見ながら。じゃあメンバーみんなで
あのお船の上でご飯食べる、うん、めっちゃいい。なんかちょっとドレスとか着ちゃって、みんなでプリンセスごっことかしちゃって、いいんじゃない？いいですね。10万円でできるのかな、そういうのって。確かに、結構できるか。そうだよね、うん、10万円でできるように、あの私が船漕ぐわ、頑張って勉強するから。船って漕ぐん？あ、でも漕ぐ船じゃ無理か、めっちゃ長くなっちゃう。10人全員一列、もう旅路がすごいことになる。一列でご飯食べさせます、みんなに。てか、そしたら私が10万円もらうことになっちゃうじゃん。確かに。じゃあお船パーティー、お船パーティーあり、うん、おひるちゃんは、おひるちゃんは、でも使い切らなきゃいけないんだもんね。そうだな、10万円あったらどうしようかな。何が、何使おうかな。けどやっぱり記憶とか思い出に残したいから、うん、でも一人でっていうのはちょっと寂しいから。そうよね、なみちゃん12人なので1人1万円だとちょっと2万円が足りないので。確かに、私がちょっと2万円を出し、1人1万円を握らせ、はい、みんなでなんかおのおのが好きなように、なんかどこかの、でも一人1万円じゃすぐに行けちゃうか。ちょっとじゃあのゆみちゃん一回こう、また5日、あ、5日で、一人で使います。はい、うん、いいよ、贅沢に。そうだな、好きなことは何だ、おみるが。なんだろう、10万円どうしよう、でも一人では使いたくないの。だって寂しいじゃん、一人で。はぁ、あ、はぁはぁ、10万円。それも楽しいか。なかなかできないからね。できないもんね。では、なんだろう、ちょっと、思いつかないけど、あの、はぁ、何使おう、10万円。何が10万円とかって言ったじゃあ、あれは？おみるさん、うん、あの、お魚好きじゃん。好きよ。お魚で、珍しいお魚って食べれるじゃん。チン、なんていうの？なんていうの？あー、はい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 。あの深海魚みたいな、はいはいはい、そういうのあるじゃん、うん、そういうのを買っちゃう、買っちゃうってこと。で、お部屋ので育てる、お部屋の水槽で育てる、で育てる、めっちゃいいね。え、そういうのでかそうじゃない？でかそう、てか深海魚ね、深海魚好きなんで、ね、知ってた？私が深海魚好きなこと。え、なんかで読んだことあって、あ、海ウォーカーだ。そうかもしれない、嬉しい、読んでくれてた。そう、それもありですね。なかなか買えないかな、ね、買えない、これレアのね。でも逆にそれで買えるのかな。ね、深海ちょっともうちょっと頑張らないといけなさそうだな。そうだね。なんだろう、まあとりあえず、うん、いい感じに使って、ちょっと深くない深くないどうしよう、まあ、ちょっと頑張って1日10万円使います使ったことないから分かんないね。ね、まあ分かんないけど、お洋服10着買ったら10万円になっちゃう。行っちゃいそう、全然。ね、分かんないけど、ちょっと、なんか、頑張ります。頑張ろう。なんか見ついた。うん。あの、10万円使って、高級なオムライスを、巨大な高級オムライスを作ってもらって、はいはい、みんなで食べる。あ、それ時間よくない？それしたらさ、一人じゃないしさ、みんなでさ、幸せな気持ちになれるじゃん。ミルちゃん好きだし。ね、写真とか撮っちゃって、うん、覚えてるの、ね、それです、それです。みんなでオムライスを食べます。わーい、決まり。あー、よかった。え、これ残り何個？あと2枚ええ、あと何があったっけ、ちょっと待ってくださいねと。はいはいはい、じゃあ、はいはい、ちょっとシャシャシャっといきますよ。はい、いきます。じゃじゃん、密かに思っている自分の長所。わー、密かじゃなくてもいいんですよ。いいとこいっぱいありますから。そうですよ。なんだろうね、長所、自分で言ってる感じ、自分の好きなところみたいな感じですかね。うん、うん、なんだろうな、密かに思っている長所。あ、はい、私、お洗濯物をめっちゃ平等に干せるんですよ。この分かる、お洗濯物干し、うん、さあ、こういう干すやつあるじゃん。はいはいはい、めっちゃ水平にできるの。どういうこと？あの、ちゃんと計算して干す前に、ここにこれを吊るしたら、こっちが重くなって、こっちが軽くなって、そう、めっちゃ上手。羨ましい。そう、これを、うん、これは結構自分のね、いいとこだと思って、まあ別に傾いてるのもね、それはそれで、あの、芸術的に素敵だと思うんですけど、私は、こう、まっすぐにするのが得意ですっていう、私さ、それさ、すっごく苦手で。あ、そうなんだ。そう、あの、なんか、
その干すやつにスカートとかもたまに干すのね、うん、ハンガーに引っかけたくないから、うんうんうん、だけど重さでさこうなっちゃってなっちゃうよね。そうあのね床にくっついてた時が、そういう時はですね真ん中に干すんですよ。あ重たいやつを。そうなるほど。重いのから真ん中に行くとそういうわけですよ。まあ、真ん中から行くのね、行くのね。そうどうしても端から干したくなっちゃって。そういうわけ学びました。味は靴下ですよ。味は靴下。なるほど、靴下を始めました。靴下から始まって、こう真ん中から重いものからこうグラデーション。グラデーションね。のコツです。でもなるほど。でも、うん、斜めでも大丈夫。斜めでも大丈夫。乾くよ。芸術的？うん。私はそれをね、それも素敵だと思うから。オッケー。じゃあミレちゃんが素敵とも言ってくれたので、オッケー。うん、好きな方で。はい。続いて、長所か。なんだろうな。あ、これあるよ。うん。あの、カット野菜買わない。そうなんだよ。喜ぶ？喜ぶじゃないか。え、ちょっと大々長所すぎない？そう、なんか、うん、その今って便利じゃん。その、うん、カットレタス、カットキャベツとかあるじゃないですか。うんうん、これ結構3年ぐらいそうで、うん、あのまあどうしても時間がない時とか、うん、その出先とかだったら買っちゃう時あるんですけど、うん、お家とかだったらそのキャベツをドーンとか、うん、レタスをドーンって買って、うん、自分でってちぎったり切ったりしてます。なんて偉いんだ。私はカットキャベツしかお家で食べたことないよ。あちゃ。すごい。いやでもなんか。でもこんなに毎年、うん、4年間ぐらいキャベツ切ってるのに千切りキャベツができなくて短冊キャベツの短冊キャベツ？あ短冊みたいな形ってこと？そう太いの。まあまあだってさ別に千切りが作ったわけじゃないじゃん。そうだね野菜が食べたいだけだもんね。そうなんですよ。なんかそこだけは面倒くさがらずにちゃんとなんていうの農家から持ってきましたみたいなやつを食べてます。偉すぎる。すごいよ本当に。今日も長所レタスちぎりました。偉い本当に素敵だわ。あらありがとうございます。お前が偉いわ。これは誇っていこうね。はい誇ります。じゃあラスト。あ最後身につけたい特殊能力。うわーなんだろう。え、なんだろうね、特殊能力っていっぱいあるよね。ねえ、ねえ、なんだろう。私たちシンクロという能力からも身についてるわね。そういうことですね。なんだろうな。なんだろうね、特殊能力いっぱい身につけたいよ。うん、特殊能力、あれ、私はやっぱあれかな。あの、トレース。トレースって何？トレースしたいです。例えば、うん、ダンスだったりとか、うん、こうしてくださいって言われたものを、うん、そうお手本通りできるようになりたい。なんかあもう完璧にこなす。そう一瞬でピュッとはいってできるようになりたい。なんかやっぱりライブ前とかだとさ、うん、新しいダンスとかさ、うん、そうねそう覚えなきゃいけないことがいっぱいだから、うん、その自分がもうさその基礎を覚えてしまえばあとさ、うん、こう足を生やすのは自分のみじゃん、うん、だから一旦その完璧なものを身につけられる能力が欲しい、うん、でもそれができたらめちゃくちゃさいろんなことできるよね。多分ねわでも、うん、私でもじゃないね。あのそのライブで使える能力だとしたら、うん、瞬間移動がいい。え待ってめっちゃ良くない？めっちゃあの聞いてください、うん、本当にあのよくノイミーのツアーとかでその1階にあるステージから、うん、その2階席にこうメンバーがバーッと登場したりするじゃないですか、はいはいはいうん、楽しいやつ楽しい。すごくこうみんなの近くに行けたりとか、うん、その行けることがすごく嬉しいんですけど、うんまあ、皆さん知っての通り私足がとっても遅いんですね。だからその裏の道というんですか、うんうん、階段とかを猛ダッシュするんですけど、うん、いつも置いてかれてて出るまでに息切れが半端じゃなくてですね、うんうん、なので瞬間移動の能力をつけたら1階のところから例えば僕がヒーローになって守りたいシュンめっちゃいいじゃんめっちゃ良くない、うん、でもさ瞬間移動ができるってことは移動時間を考えないからいろんな形跡にポンポンポン行けるし
そう、すごいじゃん。一気にさ、うん、1回2回3回みたいなさ、ね、できるわけじゃん。めちゃくちゃみんなでさ、ぬいみみんなで身につけようよ。あれだよ、だからミルナニとか、うん、ミミ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 ルクシュンってあの各地を、各地を、そう、すごくない？めちゃくない？めっちゃ頑張りたいな。楽しいよね。めっちゃいい。ライブに持ってこいな、能力すぎて。だってさ、例えばさ、あの空高く叫びたいってさ、みんなでこうやってると思ったら好きだーの瞬間にボワーっていらっしゃる。12方向に、12方向に、ね、そう。え、それってすごい、なんかいろんなライブができそうだよね。え、そう、すごい楽しいね。ね、だしさ、やっぱさ、ここの移動ちょっと大変だよなとかいう時とかもさ、あるあるある、ピュッて言ったらさ、ポンってもうすぐ行けちゃうってことでしょ。そうだよ。めっちゃいいじゃん。楽しいね、ね、それできたら。いつか使えたらいいな。できるよ。できるかな。だって考えたらさ、考えられることはさ、実現するって言うじゃん。確かに、言霊だから。そうだよ、いっぱい言ってこ。言ってこうね。うん。はい、ということで、とても深いお話を私たちはやってきました。深海でしたね。はい、楽しかったです。私的にはね、うん、あのね、何の話が一番楽しかったかな。全部楽しかったけど、ね、キラリンのね、うん、あの一番古い記憶が一番面白かったよ。合ってるか分かりませんけどね。ちょっと本当に真相をね、いつか知れたら嬉しい。はい、あー、面白い面白い。はい、そんなこんなでね、もうね、6時40分過ぎ、41分あらあら、なんだって。早いですね。早いよね。ということで、あっという間にエンディングです。あら、早いですね。第172回だって、すごくない？すごいね。嬉しいね。最初さ、うん、何してたっけ。100秒自己紹介とかさ。やってた、ね、懐かしいね。早いね。早いですね。はい、ということで、告知の方をお願いいたします。はいはい、よいしょよいしょ。でるん、なんと明日ですね。わあ、10月11日水曜日発売の Not Equal Me 4th Anniversary プレミアムコンサートの DVD& ブルーレイが発売になります。やったー、ついについについに。そしてね、このサイン会とかもね、うん、ありますので、パスポートかな。そうだよ、パスポートに皆さんの名前だったり私たちのサインを書いてお届けしたいのするので、お楽しみに。お楽しみに。20年さ、覚えてる？結構最近、もうさ、ね、始まりとかもすっごいかっこよかったじゃん。そうなんですよ、今までにない始まり方とかね、ね、したからね、うん、また皆さんに見てもらえたらいいね。ですね。はい、そしてまだありますので、ちょっと待ってくださいね。はい、そしてズルン、こちら12月29日金曜日に、ZEP 札幌にて Not Equal Me 特別公演2023が決定しております。わーい、初の、ノイミーとしては初の北海道ということで、うん、ちょっとね、まだ先なんですけど、詳細が決まり次第公式ホームページなどでお知らせしていくので、皆さんチェックよろしくお願いします。お願いします。年末公演なので、年末公演だね。今年の締めくくりをぜひ私たちと一緒にしていただけたら嬉しいです。お待ちしてます。お待ちしてます。ひらくまとファムテンを書きました。ちょっとね、頭飛んでっちゃった。かわいい、かわいい、ありがとう。はい、はい、ということですね、最終ランキングトップ5を確認していきます。はい、じゃあキャリーちゃんからお願いします。はい、5位、リュウリュウズさん、ありがとうございます。ありがとうございます。4位、ソータさん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位、高田ひろきさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位、南紀さん、ありがとうございます。ありがとうございます。1位は、せーの、スカイさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということでですね、ノイミーの夢は毎週金曜日の19時から配信中です。はい、配信を見逃さないためにも画面のハートマークを押してお気に入り登録をお願いします。お願いします。はい、そして番組の感想はハッシュタグノイノイで、投稿してください。投稿してください。はい、はい、私たちもしっかり見ますからね。お待ちしております。お待ちしてます。はい、では最後にこんな企画、ノイミーのメモ、次回のね、メンバーたちは私たちがメモを残していきたいと思います。はい、次回は何日なんだろう。こう決まり次第ね。あ、決まり次第、ね、お知らせの方をさせていただきます。10月中にできるかな。え、どうだろうね、ちょっとね、わかんないね。
そうだな、何がいいかな。今日のお題とかめっちゃ面白かったからさ。確かに。あ、じゃあこの中からさ、ねね、よね、選びたくない？身につけたい能力、身体能力、特殊能力、密かに持っている自分の長所、15歳の自分にアドバイス、無人島に持っていく持ち物、なんとなく覚えてる古い記憶、他人に知ってしまった経験、1日10万円使い切る方法。じゃあさ、はいはいはい、はい、決めました。私がシャッフルするので、はい、選んでいいんですか？はい、あのケイちゃんが目をつぶって撮ったやつにします。ドゥルルドゥルルンジカジュ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 ン。はい、どうぞ。もう目つぶってどれか撮ってください。これそれ、せーの、身につけたい特殊能力。はい、ということで次回のメンバーには身につけたい特殊能力を教えてもらいたいと思います。イエーイ。なんですかね、めっちゃ気になるよ ね、 るね。まただってさ、また膨らむかもしれないから ね、 ね、みんながさね、あの瞬間移動だったらやっぱりみんなで瞬間移動の練習頑張ろう。ノイミーのライブすごいことになりそう。はい、楽しみにしていてください、はい、ということでやっという間なんですけど、今週のエミの意味は終わりです。終わりです。それでは以上、ノットイコールビーでした。バイバーイ。